24の瞳映画村は、香川県の小戸島にある映画と文学のテーマパーク。1987年公開の映画、24の瞳の小戸島ロケのオープンセットを活用した施設群である。坪井久志の小説、24の瞳は、1954年と1987年に映画化された。映画、24の瞳では、物語の舞台を、 原作にはない小戸島と設定し、ロケも同地で行われた。このテーマパークは、田中優子主演による1987年版映画24の瞳の映画撮影で使用された、三崎の文教場と、対正から昭和初期の民家、男先生の家、漁師の家、茶屋、土産物屋など14棟のオープンセットを公開している。以降も、 テレビドラマ、24の瞳で、平成17年日本テレビ版や平成25年テレビ朝日版で、使用され、24の瞳以外でも、映画、8日目のセミや、テレビドラマ、ラブレターといった小戸島を舞台にした作品や、トヨタパスをはじめとした CM や、古い村や学校が登場する、ドラマ撮影で利用されている。また、瀬戸内海に面する約一万平方メートルの、 敷地内には24の瞳原作者である小説家、坪井久氏を検証して設立された坪井久氏文学館や24の瞳を主に上映するギャラリー小畜座映画館などの施設がある。2008年11月には1950年代の動画をテーマとするキネマのようもオープンした。ここには映画制作会社の東宝、東映、小畜、日活、 大英のブースがあり、代表的な作品の予告編映像をはじめ、年表などで古い良き邦画を紹介している。また、作品賞をはじめ、第35回日本アカデミー賞10巻を獲得した、ちょうど島を舞台とした映画8日目のセミの展示があり、監督賞のアカデミートロフィーや、監督の台本、絵コンテ、撮影に使用した衣装等の展示もある。 2013年には映画館を山田洋次、山田大地や俳優陣によるコメントを公開したギャラリーを増設し映画監督橋口良介、リリー・フランキー・スタジオジブリ・鈴木敏夫を用意してトークイベント、長楽区を開催するなど活発な活動が目立つ。2014年9月に約 54M の外壁を昭和30年代からの名作で構成したパネルアート、 シネマアートウォールを建設しており、日本映画と文学を楽しめる施設になっている。また、2016年2019年開催の、瀬戸内国際芸術祭の作品、清水久和、愛のボラード、入江鞘、漁師の夢の展示もあり、4月中旬には、小戸市まで初となる映画本を中心とした、ブックカーフ、書司会風動画オープン。ここには、女優、作家、 高峰秀子ギャラリーを併設しており、高峰愛用のバッグや生原稿も展示している。全国で一番、女優、作家、高峰秀子と脚本家、松山善造の関連本を取り扱っている書店でも、ある。2018年アート展示を目的に、ギャラリー黒ゴがオープン。オープニングイベントして、俳優、長瀬正都写真展、黒。 長瀬正都トークイベントを開催し人気を博した。このギャラリークロゴでは定期的に作家等による企画展を開催している。19年7月フィギュア祭大手の海洋堂公認ギャラリーフィギューギャラリー海洋堂をオープン。店内は非売品を含め映画、アニメヒーロー、動物、アート、文化など幅広く展開しており一部購入商品もあることで 外国人や団塊の世代を中心に人気を集める。2020年4月に大型クルーズ客船が映画村前に寄港することからバリアフリーの浮き桟橋を整備。干潮時喫水マイナス6メートル、満潮時マイナス8メートル。チャーター船やヨットでの寄港観光地として、直島、犬島、豊島等の島々とのツアーが増えると考えられる。なお、 三崎の文教場の原型となった1902年に建設された旧田浦人城小学校は映画村の 800M 手前に現存する。そちらは小説、映画の影響もあり、教育の原点であると全国から今も教員の来館が後を絶たない。24の瞳映画村桟橋に待機中の私船 ABCD24 の瞳映画村松竹座。 港町キネマ通り2018年11月4日閲覧ありがとうございます。